レッグスルーでちょっと揺するっていう動きですね。はい、で相手が動かなければそうですね、はい、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、育成カテゴリーミニバスのプレイヤーの彼女にですね、1対1のテクニックをお伝えしたのですが、彼女ですね、ドリブル上手なんですが、右のアタックが多い傾向がありました。で、左にももっと攻めたらいいよってことで、一つ、伝えたテクニックがありますので、これをこのアングルからシェアしたいと思います。で、何を教えたかというとですね、左側、こちら側に攻めたいとなった時に、やっぱり技がないとなかなか攻めづらいと思うんですね。で、こういう育成カテゴリーの選手には、技を教えてあげると、それを武器にしてですね、どんどんチャレンジしてみようっていうふうになりますので、ぜひ伝えてあげてほしいんですが、まあ、普段右で攻めている選手が、左にどう攻めるかってなかなかちょっと攻めあぐむとこあると思うんですが、一つお伝えしたのが、レッグスルーでちょっと揺するっていう動きですね。これレッグスルーをこのように揺する。この動きですね。ちょっと浮きながらレッグスローするっていうことです。そうするとですね、見てください。今、ディフェンスの子が今、マセータイ、インラインですね。リングに対してまっすぐ立っている状態なんですが、ちょっとこの横のポジション、ちょっと顔が出せるアングルが、今、できたのをお分かりいただけますか。この瞬間ができたら、こちら側からアタックできるんですね。この動きを彼女にお伝えしました。で、もしこの動きをした時にディフェンスがそのままだったら、左側からアタックしてごらんっていうふうにお伝えしたので、それを彼女にトライしていただきます。はい。で、相手が動かなければそうですね。はい。最高です。はい。ありがとうございます。ナイストライブ。はい。今のような形ですね。この技を覚えることで、右だけのドライブじゃなく、左にも、舵を切ってですね、アタックの入り口として、仕掛けていくことができますので、ぜひ、あなたもですね、このレッグスルーをしながら、ちょっと様子を見る動きですね。これを、ぜひトライされてみてください。はい、今回はですね、1on1の駆け引きの一つをご紹介させていただきました。で、これとはまた別の実践で使える4つのドリブルテクニック。いろんなムーブですね。これを今、無料、特典としてプレゼントさせていただいております。で、そのプレゼント動画がもう日本全国4万5千人以上の方にご視聴いただきまして、試合でかなりうまくいっただとか、点につながりましたということで大好評いただいております。で、そのプレゼントがこの動画の概要欄からゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。